バレット、さあコレルさんが1本取り返して今 2-1 ですね。さあここから3連勝すれば、ここからまああと2連勝ですね。2連勝すればまだあなたの正義、まあ勝ちの可能性残ってますが、うん、やっぱり対空でしょうね。対空と暴れ、暴れがキーになってきますね。結構、まあ、イザヨイ固めは強いんですが、何分ヒット確認も難しいもので、どこまでが、どこまで暴れていいのか、どこまで対空出していいのか、そのところの読み合いが難しいと思います。まず2ピン出して、そこから前で対空出されて、さあここから固めて立ち当たるけど、さあスナップ、スナップパンチリストスナップパンチリスト使って、まあ音がめなしですね。 S まで溜まったんで、あーこれが強い。さあ50入って4000、まあ500くらいは出るまでだってね、4400。さあここからまあ H1 でも十分殺せる。さあ中断が見えなくなった。さあ1本取ってくるのはイチコさん。まああそこの中断はできればガードしないとダメですね。あそこは、あそこはガードしないと、むしろ中断しかないぐらいのレベルなので。さあ怖い怖い、走ってくる。荒船に似たようなものを感じました。今荒船のワシャワシャの似たような何かを、さあとりあえず仕切り直しするけど、イザヨイのあれも強くて対空使って、さあどっからイザヨイ固めていく。さあこれです、これです。さあそのままコンボつけて、あー好転借りましたけど、さあこれです。追っていくとダメなんですね。無理に応答するとこういう風になってるんですけど、追いましょう。特に H 止まってる時は範囲も広いし、リターンも大きいので、こう暴れていく。さあラピアがなかったので知らないですけど、ゲーダーとしてこだわってますね。ジャスティスコライバーで最後取り返していきますね。まあお互いやっぱりちょっと難しいところであるんですけどね、どっちも飛びたいというところあるんですけど、意外と飛んだ時お互いに意外とできることも多いので、おおおいしい、いいっす。さあそっからちゃんとコンボする。あっちだ、まあおいしいけど、ああおいしかったけど、さあ裏待ってる、これはおいしいコンボ。3800くらいは飛びましたね。あもっと飛ぶわ。さあ何が通る、まあ、さあとりあえず H1 になる。まあそこは1つ違いますからね。さあここはさあジャンシーガードしてる。これはじゃあストライザーを警戒してる。ジャンシーカウンターになってたまらずバースト。さあ見えない、あれは見えない。我が名はイザヨイ。さあ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  2-2 でございます、 2-2 でございます。コレルさん1本取り返して、さあ2本取り返していきましたよ。さあ最終ラウンドですね。難しい、まあまあってまあ言い過ぎなところはありますけど、実際そうですね。私の前に最終的には結構いいダイヤで落ち着くんじゃないかと思ってるんですけど、この組み合わせ最終的には早いキャライザヨイあんまり苦手なんでね、イザヨイは技を置くしかないんですけど、まあ確かに技相性的には多分バレットの方が有利なんでしょうかね。まあ逃げありますし、これ痛いですよ。だから H2 になりましたけど、とりあえず外さずにそのまま既存コンボで2600出していく。さあジャンシーが外されて、さあ中段もガード2連発してましたね。さああれが強い、あれは見えないですね。 H1 なの、まあこれはもうこれもう生き生きやるんですね。これもう生き生き、もう食らってもいいです。全然生き生きできますね。これはさあここで問題なのは、まあおイージス当たってコンボにいけない。さあこれですね。さあうまい、レーダーコンボしてそのままこれはゲームアップですね。 H2 まで。さあスナップハンズビスト、ジャクジャックン、ジャクジャックンです。まああれは1点読みですね。まあでもあの読みは全然
まあ言ってみればテイガーと同じような状態になりますから、一瞬でも。さあこれ美味しいですよ。タッチピカンだから6スパイそのままコンボに行く。さあタッチ6ターン、まあさあ D 当たってさばいていく。11万で入っていてダメージ重視、2600出して画面走り。さあジャンシー、さあ対空の 4P まで出しましたけど、さあジャンシーヒット取って拾えずに、さあここから仕切り直し。さあジャンプキャンセルしてそのまま固めに行く。さあ下段が当たってしまって、さあここから一回に使う。さあいいですよ、暴れていく。さあとりあえず弾を使っていく。さあちょっとミスクチェアが止まってしまった。たまらずバースを A2 まで貯めて、さあこれは届くんですか。届かないですよね。あーこれはいやまだ知らないですよ、多分っぽい。知りました、今のはな、多分スライドジャスティスホライザーだったらいけたかもしれないですね。負けるわけにはいかない。勝ったのはイチコさん、おめでとうございます。さあ今日はこれで終了とのことです。まあ